年近所のホビーオフにおいて、ウプ主はこんな車両を手に入れました。シナバン7125、EF65PF、タバタ運転所。JR 東日本に所属し、H ゴムがグレーとなったタイプです。もともとは、東京機関区に所属し、栄光の九州ブルトレを引いていた機関車。その頃と同じ、黒色の屋根となっています。ナンバーは、ゾロ目1111番が装着されていました。DN カプラーに取り替えられていましたが、客車はすべてアーノルドカプラー装備なので、取り替えます。そのついでに動力機構の確認も、あれ、モーターの縁が黒色。シナバン7125は、トミックスの現在のモーター、M13 を装備した5品目の機関車のはず。その外見の特徴は、モーターの縁が青色。しかし目の前に現れたモーターは、一つ前のモーター M9。これはどういうことなのでしょう。付属品も見てみましょう。なんと、ナンバープレートは一つも使われておらず完全な形で、同梱。しかしその番号は、シナバン7125にあるべきものとは、一致しません。さらにヘッドマークは、三つとも銀座。ウプ主の知るところによると、このヘッドマークは、かつて限定品として発売された、さよなら銀座のセットにしか、付属していなかったレアもの。つまり、この車両の前のオーナーは、しかるべき時にさよなら銀座の、セットを購入。その後、シナバン7125の、発売を受け、それを購入し、なぜかこちらのボディに、1111号機の、パーツを取り付けた状態で、ホビーオフに売却したと、考えられます。律儀にシナバン7125用の、付属品を抜き取り、さよなら銀座に同梱され、全く使わなかった付属品と、シナバン7125用の、説明書を入れて、しかしここで問題が生じます。手元にあるのは銀座号の、客車ではなく瀬戸号の、客車。しかし本来同梱されるべき瀬戸号などのヘッドマークは、ありません。ウプ主は、この問題をこのように解決しました。実は瀬戸号の購入時、客車セットに同梱の、瀬戸号のヘッドマークを一つ、暫定的に東京機関区の、PF、シナバン2111に、取り付けていました。これを今回導入した PF に、付け替え。これにより、この機関車を瀬戸号の客車の、本向きとすることができます。裏側には、こちらも以前購入したようなご所属の、DD51 に同梱の、出雲のヘッドマークを用意します。このヘッドマークには、前面手すりに引っ掛ける用の、フックがついていましたが、これをカッターで切除、表面を平滑にし、両面テープで貼り付けます。これで、出雲号として金帯客車などを、牽引させることができます。お待たせしました。今回の動画は、ウプ主が保有している PF が、3機になり、それぞれ本向きとなる客車も、出揃ったということで、客車の棚卸しを行いましょう、というものです。ウプ主が取り憑かれた魅惑の、ブルートレインワールド、ご覧ください。24K25 型100番台、寝台特急、瀬戸号用客車。昨年初夏に基本セットを導入した後、スティックジャンク品で両数を増やしていき、14両のフル編成を完成させました。本向きは、田端運転所所属の EF65 型、1111号機です。貸しレイアウトではこれが初走行のため、まずは基本セットの7両で、走行性能を確かめます。
いよいよ14両での走行です。この編成のアクセントは12系客車から改造されたラウンジカー、そして改造によって誕生した A 寝台車オロネ25の300番台です。いずれも民営開港に編成に組み入れられたため、国鉄時代はモノクラス列車だったんですね。この編成にはおはね F25 型が3両入っていますが、1両には瀬戸号のテールマークが印刷済み、別の1両に運用を共通にしていた下関発着の朝風号も再現できるようにするため、朝風テールマークを貼り付け、余っていたテールライト基板を取り付けました。3両朝風号として運用するときは本来なら EF66 に引かせるべきですが、博多朝風も担当する EF66 の負担を考慮し、下関所属の EF65PF に先頭を任せます。実際にこんな代走あったのでしょうか。続いては関西発着の九州ブルトレ、その中から14系15型による彗星号、暁号です。それぞれの車両セット11両に単品2両を加えた13両です。個性豊かな個室寝台車を連結したこの編成の本向きには下関所属の EF65PF を当てています。この編成の特徴は彗星号に連結された個室寝台ソロ、もともと後述する文系出雲号に連結され、同列車の電車下で暁号に加わった A 寝台車と B 個室寝台車、そして編成の最後尾で異彩を放つレガートシート車です。ただこの編成構成はまだ佐世保行きが残っていた頃からあったもの、彗星号の客車は本来の役目ではなく佐世保行き暁号を演じているのです。その頃の牽引機がこの PF です。ウプ主は1編成の客車に対し他編成との共有を含め2台以上の機関車を用意します。セット構成に見合う彗星暁号として牽引するのは特急牽引機仕様グレー台車の EF66、 そして九州内での牽引を演出するのに欠かせない ED76 です。この EF66 袋詰め品にもかかわらず最高の状態で手に入れたものです。ただしTMカプラー化されていたため、別の EF66 からアーノルドカプラーを移植し運用しています。
最後は、こちらの 14K14 型客車、開放営寝台車オロネ14、食堂車推し14が、それぞれの箱に入っています。これに、ジャンク品で集めた、なぜか白い帯が巻かれていたお羽15で、増結していましたが、その後にお羽14を手に入れたため、現在は18両を保有していることになります。ただ、14型統一編成が組めるようになったことから、15型はお約5年になるかもしれません。環球車、スハネフ14型は合計4両が在籍しています。水穂、出雲、桜、キーと、それぞれ異なるテールマークを貼り付け、どの車両も最後尾にすることができます。せっかくなので、田畑の PF を先頭に、8両で出雲号として、走らせてみましょう。この客車を用いた出雲号は、もともと稲葉号という、別の列車として誕生し、後に出雲号に吸収された列車です。かつては名古屋まで、キー号を連結していましたが、キーの廃止後は、実際は食堂車は連結されていませんでした。民営化後、A 寝台と B 個室寝台を、改造により連結しましたが、運転経路の変更と合わせて、全車化、2両の個室寝台車は暁号に、回されました。なお2005年に運転を、終了した本家の出雲号は、朝風号と同じ金帯の、客車で運転します。14K14 型が一番活躍したのが、東京と九州は長崎と佐世保を結んだ栄光の一列車、桜号でしょう。国鉄時代、ブルトレブームの頃の設定で、こちらの東京機関区モデル、1102号機を本向きとしています。この組み合わせ、このハルトミックスからリメイクされますので、栄光の一列車を再現してみてはどうでしょうか。ただし、旧製品の機関車に付属していた丸い富士号のヘッドマークはリメイク後はついてこないのが残念です。推しが入った窃盗2編成分保有しているのには理由があります。この組み合わせが基本の8両編成にしか入らない編成が活躍したのは水穂号が廃止されるまで、それ以降は佐世保行きが廃止されるまで長崎行きと佐世保行きで同じ編成を使用し、7両足す7両で運用されました。ただし食堂は長崎行きの方だけ営業していたようです。この頃の編成を引いたのは、当然 EF66。長崎行きは、ウプ主にとって最も思い出、深い列車なので、先ほどの ED76 は、桜号のヘッドマークもつけています。ところでこの ED76 の、ナンバーは94号機。実はウプ主が最後に見た ED76 が、この94号機だったのです。そんな桜号、最後は EF66 が、牽引した編成を走らせます。やはり EF66 は寝台特急の先頭が似合いますね。14
14K14 型で、運行された寝台特急は、紹介した桜号、水穂号、文系出雲号のほか、上野発では北陸号などもありました。北陸号とするなら、機関車は EF64 でしょうか。うぷ主が保有する寝台特急総まとめ、前編は西へ向かう列車の一部を紹介しました。後編は、北へ向かう列車をまとめます。余談。今回映像がなかったこちらの金帯朝風号も合わせ、西へ向かう寝台特急として、現在稼働している客車は4編成58両。平成以降も走行した列車としては、これらの列車を再現できます。実はジャンク品を整備する過程で、こちらの富士、はやぶさ用の客車を部品取りとして使ってしまいました。この編成は、お座敷レイアウトで走らせる最小限を、除き、お役御免となりそうです。富士、はやぶさ号の復活のためにも、ソロ込みの編成の再生産を、希望します。